はい、ではやります。じゃ行きます。皆さんこんにちは。え、2020年度卓建試験合格基準点予想会ですね。早速始めますえ。担当レック専任講師の林でございます。どうぞよろしくお願いします。 えーまあ、こんな状態でビニール貼っていただいてなんか見にくくて申し訳ないんですけども、えー、と全国ど同時中継のところでズーム配信をしてますしあと YouTube にもアップすると思うんですけども、まあ、動画をもら見られている方はちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、まあ、とりあえず、ね、こんな状態なので頑張っていきます。でえーまあ、とりあえず あの本試験どうもお疲れ様でしたという方が多いと思いますお疲れ様でしたあの大変だったですよねもう精神的に結構負担が大きかったと思いますので,でまた12月受験の方もいらっしゃいますから、まあ、なかなか大変ですよね本当にあのこんなことが起こるとは思わなかったですよね本当にねえただ、まあえー、と本試験の内容が意表をつくようななんかドッキリするような,なそういった問題じゃなかったのがせめてもの救いですかね とりあえずベーシックな問題が出ましてでまあまあ点数が取りやすかったという世間の評判ですね。で、えっとまあ、12月の試験をいきなりなんかすごい勢いで、えー、難易度を変えるとかね、まあ、そんなことは普通ないと思いますんで、まあ、大体ベーシックな問題が11月あの10月の試験も12月の試験もまあベーシックな問題が、えー、で統一されているんじゃないかっていう気はしますけどね。まあ、いずれにしましまても あの今の時代何が起こるか分かりませんから12月の試験も、えーまあ、急に、ね、なんかあの突拍子もないことが起こったとしても、まあ、不思議ではないので、まあ、心の準備はしておいたほうがいいというふうに思いますね。はい、で、えーと、冊子をお配りしているんですが、えー、合格基準点予想会の本試験一言解説集ということで、えー、冊子をお配りしていますお手元にあれあ,のありますでしょうか。 で、まあ、これを使ってお話をしていきたいんですけどもあの合格基準点予想会っていうぐらいですから、えー、ここに来られる方とかね何、まあ、て言いますか、えー、と会場に来られてる方ですとかあとは動画を見られてる方も基本的には合格点が何点なのかって話ですよねそれを聞きに来てるわけですからもうあの別にもったいぶる必要ないのでもうあの早めに初めに話しちゃいます。えーと 今まで我々がネットあのホームページとかブログとかで公開している合格推定点と何ら変わりはないです。あの変わってません。同じです。でね、この冊子の真ん中あたりなんですけど、えー、と29ページっていうのかなあの、ページ数が28ページはあると思うんですよね。その右側のところに、こういうなんか答えが書いてあるページが見つかりますかね。 ここにあの合格推定点の記載がありましてこれがレックの出している公式な合格推定点でありますあの37点プラスマイナス1点で、えー、とこれ試験の当日に出した推定点なんだけどもこれがまあ 5, 日5日とか6日経ってね1週間近く経ってで変わってるかというと変わっておりませんなのであの訂正もしてないですね。で えー、まあ37点プラスマイナス1点ということはえっ、ー、とまあ3三十6点と38点で、ね、まあ37点プラスマイナス1点だから、まあ、36点になることもあるかもしれないし38点になることもなるかもしれないっていう、まあ、そんな話ですよね。であの何ていうのかな、えー、と合格推定点を。 うーん心配する気持ちは痛いほど分かるのでえ僕も資格試験を勉強してきたことは当然ありますんでねもう本当に痛いほど分かります一点でもうねなんか人生が逆転したぐらいあの変わったりしますんで痛いほど分かるんだけどもでも、まあ、なるべくだったらあんまし気にしないでください、ね、こんなこと言っててねあのせっかく来てもらってる人に申し訳ないんだけどもなるべくだったらあんまり気にしないでほしいんですよね。えなぜかというとう えー、当てにならないからですはっきり言ってで僕もレクからこの合格基準点予想会をやれって言われてもう何年目になるんだろう4年か5年やってるんだけどもやれって言われてるからまあや,りまやってますよねでやれって言われてる以上は合格推定点を出そうと思って自分なりにいろいろ研究してみてやってますねだけどこの仕事がなかったら僕はあの黙ってると思いますなんでかっていうと えー、当たらないからです。恥ずかしい話、当たらないです。なかなかえっと去年も僕は外してます。で、一昨年も外してる気がします。あのー、当たった年もあるけどね、当たった年もあるんだけども、まあ、しょっちゅう外してるんですよ。だからまあ、なんかあのそんなこと言ってるやつがいるなぐらいの気持ちでいてほしいんですよね。でね、各予備校のあの合格推定点を見てみますとね、結構幅があるんですよ。 でえー、まあ一応参考にしてもいいかなと思う予備校というのはデータを持っている予備校ですえせめて数千件のデータを持っている予備校ですねそうするとまあ56個しかないですよね皆さんが知ってるあの大手の予備校ですねそういうところは1,000件、まあ、以上とかねデータを持ってますんでそういうところの,、まあ、あの合格推定点っていうのはまあ一応参考にしてもいいと思うんですねそうすると えとど,どんなふうになっているかといいますと,、えー、と36点をつ予想しているところもあるし、えー、と39点を予想しているところもあるんですよねだからだいぶ差がありますよねだいぶ差がありますよねなので、えーとまあ、36点の予備校37点の予備校レックだよね38点の予備校39点の予備校ですねだいぶばらけてます でそうするとあのこの中に大体合格点は入るんだろうなということは大体当たると思うんですよね。これをピンンポイントで当てるのはなかなかか難しいいと思いますで僕はブログで話あの書いたんですけども僕はこれ38か39という形で、えーまあ、自分の自分なりの合格推定点をあの一応出しているんだけどねもうこれも仕事だからしょうがないからやってるんだけど。 しょっちゅう外しますんで、まあ、あんまりあんまり真剣にいかないでほしいっていうのが本音なんですよね。でね、えー、データを見るとデータを見るとこの辺りなんですよ。3738たりのデータなんですよデータを見るとね。なのでまああのレックの講師は。 えっと、レックのデータを見ることができますからだからレックの講師は37点か38点という予想をしている講師が多いと思いますですねで僕は、まあ、あのちょっとあのもう少し上がるかもしれないなっていう気持ちがちょっとあってだから、まあ、38点か39点という予想をしているんだけどもでもピンポイントで何点だって言われると38点なんですよ。 僕は、ね、あのピンポイントであのそ,そ,んな幅がそんな幅を持たさないでねどれか1個あの言ってくれと言われたら僕は38点かなという気がしてます、ねはい、で、えっと、ただこれだけなんですよなので、うん、とせっかく集まってきていただいて申し訳ないんですけども,もうこれ以外話しするとないんですねで、まあ、とか見てらっしゃる方はですね。 あのもうこれでもうあの離,離脱してもらって構わないぐらいです。結論はこれです。何も変わりはありません。うん、でここから先何か面白い話をするとか、えー、全然ありませんので、えーまあ、あの動画見るのをやめてもらっても構わないぐらいですね。だあの会場に来てくれてる皆さんはまだ会内ないでくださいね。<laughs> まだ話続きますんで。はいでまあ、そんな形になります。でですねえー、っとちょっとこののレジメの 1>, 1ページのところに大雑把な公表が載ってましてまあ今年の試験の公表が載ってましてちょっとこれ見ていただきたいんですけども1ページですね1ページのところで「例年と異なるところはありませんでした」って2行,2行目になってますね。内容的にも過去に出題されたテーマが多く全体として解きやすい問題が多かった。これがまあ えっとレックのあの公表全体の公表であります。でこれは各講師もみんな同じ気持ちで、まあ割と,とあの解きやすい問題が多かったと言ってます。あのくれぐれもあの誤解してほしくないんですけども、えっ、ー、と回答が出しやすい問題と言ってるだけで優しいとは言ってないです。あの優しい問題と点が取りやすい問題はちょっと違うんですね。例えば。 間違ってるものを選べっていう問題でその間違ってる足が1個だけ優しいあとはうんと難しいでも点取れるじゃないですか消規法でねだから点が取りやすい問題が多かったっていうのがまあうんと各講師の相対的な意見だと思いますねはいでですねえー、っと僕のあのこれよく去年とかも話してるんですけども あの試験当日の講師のの役割っていうのかなあの試験当日講師がどんなことをやるかっていう話を、まあ、よくするんですけどもあの回答速報を出さなきゃいけないんですよ予備校はね出さなきゃいけないっていう、まあ、決まりはないんだけど、えー、あの早く回答速報を出すことが、まあ、予備校としては受講生さんへのサービスの一環だと考えてますんでなるべく早く答えを出したいんです各予備校みんな同じ考えです。 で、どうするかと言いますと。と、えー、試験がまあ3時に終わってで3時から一生懸命。なんか、あの fax とかあるいはなんか社名かなんか取ってでレックの本部に送ってでレックで待,待機している。えー、まあ、スタッフに問題をすぐ送って、それで問題を解いてくれで、それで答え出してくれって言うことをやってたら間に当たらないんですよ。そんなことやってらんないんですよ。それじゃあ全然時間かかって間に合わないんですね。 だから何やってるかと言いますと、まあ、実は僕らも試験,に試験を受けに行くんだっていう話をあの毎年してるんですね。えー、何人かの講師が、えー、宅球試験を受けに行くんですね。でもちろんあの受からないですよあのちゃんと落ちるんだけどあの、ね、僕らが点数平均点を上げたりとかね平均点下げたりとかするのはあ,あんま良くないと思いますんで僕らは大体25点ぐらいで落ちるようにしてるんだけどね。で僕ら何をしに行くかとと、言いますと ああ、問いの一番は2番で確定とかねで,でそれを何かのコースの,あの集計を集めてでみんながこの問いの一番は2番で確定って言ってるんであればもうそれを信じて出すですねだから問題本試験が終わった瞬間にある程度の答えが出てるという状態にする必要があるってことなんですね。で、えー、と迷う問題はしょうがないからそのレックの本部に。 まあファックスとか送ってね。でこの問題はちょっと自信ないからえっとみんなで話し合って答え出してくれって言ってでレックの本部の政策スタッフがだいぶなん十人とか二十人とかいるのかなあのたくさんいますそういう人たちが、えー、協力し合ってで答えを出すわけですね。でそれぞれ専門的なスタッフがまあいます例えばえっ、ー、と弁護士資格を持っている人とかね司法書士資格を持っている人とか一級建築士とか。 それとね、あの講師以外でもその道の、まあ、スペシャリストの人たちがちゃんと揃ってましてでそういう人たちに、えー、の意見を聞いてで答えを出すですね、まあ、そんな段取りになります。でねあの何が言いたいかっていいますと僕は現場に行ってその問題を解くようにしてるんですよそういう担当なんだけどね。そのの時にこれもよく話てるるんだけどあの僕がやっいは、えー、過去問 で過去問の知識でこの問題は絶対に答えが確定という問題とそうじゃない問題を僕は振り分けてるんですよ。言ってるも分かるかな例えばねえー、っと問いの37番とかってちょっと出してみてくれます 問いの37番問いの37番なんですけども、えー、と僕はねあのそういうあの過去問の知識で大丈夫という問題は OK マークをつけるというふうにしてるんですねでこれ OK がついてますでこれ個数問題で OK がつくってのは非常に珍しいんですよね。個数問題ってことは 全部の足が絶対に過去問知識で大丈夫。まあ基礎的な知識で答えが出る。という問題じゃないと、個数問題では OK をつけられないんですよ。で、今年はこういう問題があったんですね。で、ちょっと見てみますと、まず、まあ問題解いた人は分かってると思うんだけど、あの、正しいものはいくつあるかという問題で、で、これ自ら売り主と言ってますね。宅建業者 A が自ら売り主と言ってますね。そうすると、なんか自ら売り主制限っぽい。 実際に「あ」の足を見てみると専任人の宅研士をして37条書面の内容を宅研士に説明させなければならない,いやそ,んそんなわけないよねあの重要事項じゃないんだからそんなことはないよねだからこれ絶対パスじゃないですかね。でイの足は A は供託書等に関する事項を37条書面に記載しなければならない37条書面の必要的記載事項ってあの暗記分野ですよねで教託書に関するあの事項っていうのは重要事項の説明事項ですらないよね、まあ、極めて初歩的な知識になりますなのであ,のあといは、まあ、僕,僕ダブル×にしますよねこれは確実に大丈夫もうどっからつついても絶対×っていうのはね 「う」ウの足は「丸丸なってますね絶対丸ですねね絶対では飼い主が宅建業者であっても」あまあ注意点だねあの要は飼い主さんが業者だから、まあ、あの業者間取引ですね37条書面の交付義務があるまあ当たり前ですよねで「え」の足は「飼、えー、い主が宅建業者である時は」って言ってますねこれも業者間取引で,で引き渡し時期を記載しなくてもいいそんなわけないよね 引渡し時期は37条書面の必要的記載事項なわけだからこれはどう間違ってどんなにつつかれても絶対に一番が足なんだよ、ね、答えなんだよねでこういうのは僕は OK マークをつけるようにしてますでこういう問題はあの個数問題の割にはやっぱり正解率が高いんだと思うんですねえっとレジメの一番最後のこういうページを出してみていただけますか 一番最後にこういった問題ごとの正解率が出てる表があるんだけど37番ちょっと見ていただきますと正解率83%ですよね。83.6%ですね。個数問題でこれほど正解率高いっていうのはなかなか珍しいと思うんですね。なのでこんな感じで、えー、と僕は OK 問題と OK 問題じゃない問題を まあ振り分けるという作業をあの本試験の現場でやってるのね。で、まあ、あの気になる点が1個あって、えー、この OK 問題の数なんですけど、これよく話するんですけども、えー、と2018年ですね、まあ一昨年ですよね、2018年は OK 問題が28個だったんですよ。で 2018年よりも前はやっぱり 20, 20, 20問の後半なのね28問とか27問とか29問とかなんですよ。それがねえっ、ー、と2019年ちょっと減ったんですよね。これ26個になったんですよ。でえっ、ー、と今年これが何個になったと思います ななんんでですすよよ、OK、問題がね33個なんですよだから、えーっとまあ、これ僕の個人的なあの感覚も入ってますんでだからちょっとあの正式な公式な客観的なデータじゃないんですよただ僕の講師、まあ、としての個人的な感覚から言うとあの OK 問題がこれだけ増えるということはあこれはやっぱり合格点は少し上がるよねっていう感じはどうしてもするわけですね。 まあそんな形で、僕はちょっと合格推定点を高めにしている根拠はこのあたりになります。まあ、よろしいでしょうか。はい、で、えー、とまたちょっとあの行ったり来たりで申し訳ないんですけども、今度また、公表のところをちょっと見ていただきます。はい、えー、と一番あの1ページのところなんだけども、次、権利関係ですね、権利関係ですね。 権利関係は難易度の高い問題と基本問題の差が大きかったと言えます。まあ、まさしく、その通りですね。で、えっ、ー、とまあ、細かい知識が聞かれた。一方で過去に出題された基本的事項を素直に当てはめなければ、当てはめれば正解できる問題もありました。ということで、まあ、確かにあのー、差が大きかった感じはします。で、えー、なんかたまにブログとかを見たりとか。 あと、他の講師のあのまあ、レックの講師に限らず、別の講師あの別の予備校の講師とかがあの話してるのをちょっとたまに見たことがあるんだけども。あのほとんどの講師が、えー、権利関係は難しかったって言うんですよね。で。まあ僕もそう思ったんですね。その試験会場ではそう思ったんですよ。でもまあ冷静に考えてみると。 難易度が急に上がったとは、僕は思わないですね。例年通りの感じがします。今年の本試験問題、難しかったよね。宅建業法は点を取りやすかったけど、宅建業法は本当にあの十八点がギリギリラインのような感じがしますね。あの十九点とか二十点の人、いっぱいいますんで、ですから、宅建業法で十七点だと、なんか。 若干厳しい感じがするぐらいあの点取りやすかったと思うんだよねそれはみんな同じなんだけど権利関係は難しかったよねっていう人が多いですで僕はそんなには思わないですあの例年通りだと思いますちょっと問題の1七番十、えっと、4番を見ていただけますかはいえー、っと 問の14番なんですけど、えー、不動産投機に関する次の記述のうちっていう問題なんですけどね、まあ、不動産投票の問題で、まあ、例年細かい問題が出てあのーまあ、嫌なところなんだけどねで、えー、これは僕は OK マークをつけていないですねあのー、迷ったんだけど足の一番は過去問なんですよでね 敷地券付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得したものは敷地券の登記名義人の承諾がいるんだよね承諾を得なければ当該区分建物にかかる所有権の保存登記の申請ができないというのはあの確かに過去に問われている過去問ではありますで過去に問われているから僕らは知ってるんですねだけどレックで出している過去問集には載っけてないと思いますあの昔の過去問だからね、うん そうううすすするるとこれががでできななないいいいのはしょんんじゃか気よだからまあ過去問の焼き直しではあるんだけど要,要はこれ正しいものを選ぶ問題だから1番が正しいことが分かれば答え出ちゃうんだよねで2番は絶対バツだからで3番4番細かい知識です僕が三角つけてるんだからあの自信がないんですよね。<laughs> ということはあの僕ら講師が自信を持って答えられないということは全く不要な知識と考えてもらって構いません。 そうすると,、えー、と皆さんが絶対に分かんなきゃいけないのは2番の足がダブル×であるこれは分かんなきゃいけないと思いますでも1番が正しいということを自信を持って答えられる人っていうのはそれはなんか昔の過去問を全部やってる人は、まあ、分かるかもしれませんけども、まあ、なかなか難しいだろうと思いますなので、まあ、こういった問題はちょっとオケーマークつけられないと思うねでこういった問題はやっぱ細かくて難しいっていう範疇に入る という気はしますですね。はい、それからえっ、ー、と問いの二番も見ていただけますか。はい、えっ、ー、と問いの二番なんですけど、えっ、ー、とこういう問題ですね。問いの二番の問題はあの保証の問題で、これは改正絡みの問題なんですね。で、これももちろんオッケーマークつけられないです。 ただね、ただ、えー、足の1番で保証契約は口頭による合意でも有効である。これは絶対罰つけてほしいんですよね。保証契約書面が必要じゃないですか。だからいやこれは絶対おかしいよってのがわかる。これは過去問知識であります。ですか。それから足の3番で。 連帯保証の時に西国の合弁権なんか主張はできないという非常に初号的な知識です。だから1番と3番が絶対罰であるということはもうあの何度も何度も過去問に出ている知識で答えが出ないといけないんですね。それに対して2番と3番は今年の法改正のところなんですよ。なかなかねあの改正点までカバーするのは難しいと思います。 足の2番は、これは極道枠だよね。で、個人値保障の場合には、えー、極道枠を定めなきゃいけない。で、法人の場合はいらないよっていう知識ですね。はい。だから、えっ、ー、と、効力を生じゃないが罰ね。で、4番目は正しいです。えっ、ー、と、これは、あの、公正証書が必要なのは、これ、個人値保障の場合は、公正証書いらないですね。でも、まあ、あの、法人の場合ね、法人の場合は、えー、この公正証書がいるという、まあ、この辺は改正点であります。でね、 この問題ができなきゃダメとは全く思わないんですよ。でね、えっと、この問いの2番の、あの、正解率のまた行ったり来たりなんだけど、一番後ろのところを見ていただきたいんですけども、問いの2番で、ここですね、保証とか連帯債務のところで、 正解率四十三パで高くないじゃないですか。でねこれがね、えっ、ー、と二の足と四の足で、えー、迷ってるっていうのがわかりますかね。ほとんどの受験ほとんどの受験生さんが二番か四番を選んでるわけだよね。と二番と四番で悩んでるわけですね。でその二番と四番で悩むことができたら合格レベルだと思うんですよ。 2番と4番はあのちゃんと勉強してる人よほどねよほどよほど改正点を、えー、ちゃんと勉強してる人以外は分かんないはずなんだよねだから2番と4番どっちなんだろうという悩み方をしてたらまあ合格レベルだと思いますとてもこの問題は OK マークはつけられないですねただまあ一応ねあの予備校的にはここは法改正のポイントだから まあ個人値保証契約の話はは、ね、講義中にまあ軽くはしますねだから割とその長期間のボリュームの長い、まあ、6ヶ月間とかねボリュームの大きい講座を受講されている方は個人値保証の話は聞いたことがあるはずなんだけども、まあ、一般の受験生の方はそこまでなんか綿密に抑えてるってことはないと思いますんでまあどうですかねそれほど重要ではないと思いますねこの問題は。はい それから、えー、とあとはまたこの1ページなんですけどね、まあ、続けて1ページを見ていきますえ次法令上の制限とか税価格ですねについてってことなんだけども、まあ、これに関しましては、えーまあ、問いの15とか問いの20のように細かい知識が問われるものもありますがまあ的 期体としては得点しやすかったと考えていいと思います。あの割と点が取りやすかったという話ですね。それから、えっ、ー、と国税印紙税が出ました。で、地方税は取得税でした。そして、えっ、ー、と税あの価格のところね。価格のところは官定評価基準でした。というので、全くどこの予備校でも予想していた通りの出題になってますね。 なので全然番狂わせがなかっんていうのかな、あのー、想定通りの素直な出題の仕方をしてきてくれてますので、まあ、ある程度、えー、時間をかけて予備校とかで、まあ、勉強している人にとってはまあまあ点は取りやすかったんじゃないかと思うんですよね。えー、なので、まあ、完全に 全くね何の,あの外部からの情報を取ることなくもう本当に本屋さんで本だけを買ってで勉強してきたという人にとっては、まあ、ちょっと厳しいところはあったかもしれないですね。あのやっぱり最低予備校が持っている情報はまあまあ,あの正確なこともありますんで予備校の情報を、えー、なるべく活用した方がやっぱりいいんじゃないかなという気はします。まあ、有料無料料無無にかかわらずの、ねまあの情報ででもいいので 予備校の情報をなるべくまあ入手して試験に臨んだ方がやっぱり有利なんじゃないかという気はしますね。はいそれからえっと次なんですけど宅建予法ですね。宅建予法ここは特徴的です。個数問題が四問と少なかったですね。えっと去年が六問だったですかね。なので個数問題が多いと点が下がります。個数問題が少なくなると点が上がります。 しかも今年はさっき言ったみたいに個個数問題で1個、OK、問題題でがあります絶対に過去問知識で答えが出るという問題がありますんで、まあ、なおさら点取りやすかったことになりますね。で、えー、と法令上の制限同様過去問対策をしっかりしてた受,講生にとっては受験生にとってはまあ得点しやすかったんじゃないかとね。ただしちょっとねこの問いの35の2のように、えー、教託だけでなく届け出も必要だから。 託すればという表現だけでは誤りみたいなあの宅研試験の独特の問題ですねちょっと見ましょうか35番35番の足の2番なんですけど35番の足の2番の問題なんですけどね。えー A が 公権内に新たに支店を設置したときは本店の最寄りの協託所に政令で定める額の営業保証金を協託すれば当該支店で事業を開始できるそれは無理だよねそれは無理だよねただ協託しなかったら絶対無理なんだけどもあの協託した上で届出をしないと事業は開始できないという,ふうに、まに、あ、正確に覚えてないとまあ、ちょっとそこは えー、なんていうかなあの引っかかりやすいかもしれません。宅建業法のまずそのなんていうかな乗り越えなきゃいけないハードルの一つがこれですよね。あの言葉遣いがちょっとやっぱりあの意地悪っていうかね。えー、わざわざ引っ掛けようと思って問題を作ってますんで、ちょっとそれがあの宅建業法を克服する上でのまあ一つのハードルのようなところがあると思います。 まあでもとりあえず問題としては普通にまあ取りやすすかったと思いますで今年の本試験の問題でまあ,あのおしなべてまあまあちゃんとした問題出してくれてると思うんだけども一番僕が本試験の現場でインパクトが大きかったのが宅建業法の42番なんですよね。 42番の問題の足の1番なんですけど、まあこれ OK マークついてる問題なんだけど、とい四の42番の足の1番の問題は、これ結構あちこちの予備校で、あの、不平不満というか、あの文句が上がってると思うんですね。まあこれは出題ミスの感じがします。ちょっと見てみますと、これ自ら売り主ですよね。で、 えー、A が宅建業者でない B との間で締結する宅地の売買契約と言ってますんで、まあ、自ら売りに制限が適用になりますよね宅地の売買において当該宅地の種類または品質に関して契約の内容に適合しない要はあの契約不適合で、えー、まさに今年の民法の改正点が宅建業法で出されたわけですね。 でこれ見てああやっぱりあの権利関係で出なかったから宅業法で見てみると契約内容に適合をしない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間を B がその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合この特約は有効であるちょっと待ってとこれ違うなって思いました。 あの責任を負うべき期間じゃなくて通知期間を2年なんだよよねね引き渡しからら年だだだったらいいんだよ、ね、だけど、まあ、ちょっとこの表現がおかしいなと思ったんですけどこんなあの法改正間もなくこんなだからテクニカルな引っ掛け問題出すかなと思ってでちょっとお,おかしいなと思いながら先に進んでいったら4番目がもう あのものすごくダブルツでもう何の疑いもなくダブルツ、絶対間違ってるのであ四4番が答えだで多分皆さんもこれできてると思うんだよね、えーと。問いの42番の正解率ちょっと見てみましょう。これは比較的わかりやすいと思いますんで、まあ、ある程度ね 四十二番の問題、ここですね。自ら売りに制限で、で正解率見てみますと、八十六点。八パーセントで、まあ、みんなできている問題ですよね。これはできているのは、な、うん、まあ、何でかって考えてみますと、四番目があまりにもバツすぎるから。だから、えー、答えが出ちゃうんだけど、でこれを見てね。初めてあ試験の実施団体は一番を丸。 というふうに読んで欲しかったんだなっていうのが分かったんですね。で、それはちょっと問題の出し方としてあまり良くないと思います。うん、あの、ちょっと、うんなんかなっていう感じがしましたね。でね。あの、まあ、どうでもいい、皆さんにとってはどうでもいいことなんだけど、まあ、僕は感じたのは。あの試験の試験委員ってありますね。宅建試験の問題を作ったりとかしてる。まあ、そうですね。試験委員の中には。 あの弁護士さんもいますので、まあ、法律の専門家もいるわけですよえところがえその弁護士さんとかそういった法律の専門家は権利関係しかタッチしていないということが明らかになったと思いますあの法律の専門家がこの問いの四十二番を見たらあのこんな処方的なミスはしませんなので、えー、要はあの法律の専門家は業法の問題はノーチェックなんだね といいいうううのがが分かかったというか、ね、という気がしましたでねこういう初歩的なミスを初めてしたわけじゃなくて過去にもしてるんですよそういこういうどうしようもないようなミスを。ね、だけどその,時のその時を教訓にして今度からは気をつけようねっていう気持ちもないんだよねあの人たちは。 まあそういったところがちょっとえまあ僕としてはちょっと何かなっていう気はあの少し不平っていうか不満をちょっと感じたところではあるんだけどでもそれはそうなんだけどもそうは言いながらもだいぶいいです昔に比べればかなりいいですあの昔はもっともっとひどかったです今の問題はものすごく良くなってます特に権利関係ですね今年の権利関係の問題は本当に良くなってる気がします えーと問題の作り方がうまいんですよね。あのさっき僕は言ったじゃないですか、えー。予備校の講師も試験を受験した人もみんな権利関係が難しかったって言ってるんですね。でそれはなぜかというと僕は多分狙ってると思うんだけど、あの試験の実施団体は受験生が四つの足の四つの足の中から選ぶときに。 必ず足の一番から読むっていう癖を知ってるんですよねみんなそうなんですよみんな上から順番に検討するんですよだから足の一番にややこしい問題を持ってくると難しいと思うんですところが読み進めていくうちに簡単な問題が出てくるんですよねこういう問題がねでも足の一番が難しいと難しく思っちゃうんですよ えーっと問いの7番、見てみましょう。えー、っと問いの7番、とてもとてもじゃないけど、えー、っと OK マークはつけられないんですけども、えー、問いの7番ですね、えーっと、明日の1番見てみますと、特定,特定物売買にお受けるとか言ってるんですよね。 なんで特定物売買が出てくるのかちょよくわかんないんだけどまあ難しい言葉が出てきますね特定物売買における売れ主の保証人は特に反対の意思表示がない限り売れ主の債務不履行により契約は解除された場合には現状回復義務である気払い代金の返還義務についても保証する責任があるまあそれはそうだろうと思うんだけどあのこんなのを見て ああそうだよね。丸だよね。って思える人はそんなには多くないと思うんだよね。こういう問題見て、な、な、これ何言ってんのっていう感じの人が多いはずなんだよね。と、難しいと思うんだよね。この問題が。ところが、えっ、ー、と、2番目に、割と優しい問題が、優しい橋が出てくるんですね。2番目に。えっ、ー、と、主たる債務の目的が保証契約に、の締結後に課長されたときは、 保証人の負担義務もさされこれ課長されこないですねあの不自由性の例外でしてえ重くなる方には不自由しないというまああの過去問でしょっちゅう出る足じゃないので僕らも抗議中にあまりここは強調しなくてでなんか申し訳なかったなっていう気が僕はしたんだけどもでもまあ割とあの基本的な知識なんだよね。 あるんだけども、えー、重くなる方には不自由しない、ね、というのがまあ,ありますんで、えーまあ、2番目の足は割とあの基本的な知識になりますただお、OK、けマークつけるほど優しい問題とは思いません、まあ、そんな感じですかね。な、えー、なかなか、ね、問題の作り方がうまいという気はしましたそんなところでですね試験問題の全体的なイメージはそんな感じだと思います。 で今回、このコロナウイルスの問題で、えー、いろんなことがあってで何ていうのかなあの僕らもね、まあ、すごく勉強になったっていうか僕らもすごく感じるところがあったんですよね。例えば、えーまあ、我々の仕事っていうのはまあこの予備校っていうのはね割と不景気不況 不況には強いっていうかあの不景気になってくると、まあ、自己啓発とかあの自己研鑽で資格を取りたいという人が割と増えますんであの不況には割と強い業界と言われてるんだけどもだけどもやっぱりこのコロナの影響でこういった教室で講義やるってことはなかなか難しくなってきたわけですよね。で同じようにその公務員試験を目指してる大学生とかみんなやっぱりあの教室に通い 通うことにに関しててはやっっぱり二の足を踏む状態になってきましただから、まあ、僕は経営のことは何もわからないんだけどレックとはレックからは仕事をもらってるあの立場だから、ね、レックの内情はわからないんだけどもでも無傷のわけなくて必ずず経営にはは打撃があるはずなんだよねでこれはどこの予備校でもやっぱり、えー、生,生講義で集まってくる受験生さんは減ってるはずだから、まあ、経営上の打撃は必ずあるはずなんだよね。その時に あの2つの方向に分かれたんですね1つはこれからはウェブだということでウェブとか通信の方を重視しようということでで、えー、各拠点の撤退を早急に進めた予備校もありますあのー、経営判断としては僕は正しいとは思いますよあのー、やっぱりね生クラス通学クラスの受験生受講生さんが減ってくればやっぱりどうしても通信にウェイトを おあのおかざるを得なないいじゃないですかだからそういった経営判断正しいと思うんですよねで、えっと、レックは、まあ、社長が、あのー、のメッセージを読んでみますと、えーまあ、そういった予備校もあるかもしれないけどもレックは「撤退はししないといとううふうに言ってましたでへえ」と思って何で,でかなと思って聞いてみると、あのーまあ、なるべくいい講義をしてで受講生さんを合格させることはも当然のことなんだけども。 あの、やっぱり予備校の役割っていうのは、仕事帰りに、まあ気軽に寄れて、で、自習室を使ったりとか、あるいは勉強、勉強ができるような環境を、あの提供することだって、大事な仕事なんだっていうようなことを、まあレックの社長が書いてまして、まあ、なるほどなと思ったんで、ね、それも経営判断としては正しいよね。まあ、どちらが正しいとか、どちらが間違っているっていう話じゃなくて、各予備校によって、あの、そういうところの、あの、な,なんか、その。 方向性っていうのかな？その辺が分かれるんだなっていう感じがしました。まあ、僕はあの講師の立場からすると、僕らは受講者さんに直接話したいんですよ。あの、集まってきてもらってで面と向かって教えたいんですよ。本当はね。僕らはね。だから、あの通信だけだとちょっと味気ないという感じがして。我々講師からするとそっちの方がありがたいという気はまあします。多分みんな同じだと思いますね。まあ、そんな感じがします。で。 あとですねやっぱりすごく思ったのが12月受験生さんへの対応ですよねあの12月に受け,たい受ける結果になった人は何何にも何の落ち度もないんですよ <laughs> あのちょっと運が悪かったとかねいう話、まあ、運が良かったかもしれませんけどもとにかく向こうの都合であの10月に試験を受けるつもりで願書を出したのに12月に振り返られちゃったというだけのことなんでね誰のせいでもないわけですね。 でもちろんそのじゅ、その方も何も問題ないし、で、試、え、験、っと、の実施団体だって、こういう状況だから、しょうがないんだよね。密を避けるためにどうしようもないわけですね。だ誰のせいでもないんですね。まあ、強いて言えばあのこう、こういったウイルスがいけないんであって、まあ、誰のせいでもないんだよね。ただ、その時に予備校がどういう対応をするんだろうかっていうのは僕らは興味津々だったです。あのまあ、僕が言うと、なんかレックの宣伝になっちゃいますんで、あまり言いませんけど、 あの正直レックの対応を聞いて割とびっくりしましたあ,あそこまでちゃんとやるんだって思ったんですねでじゃあ他の他の予備校もそうなのって思ってまあちょっと見てみたらそんなことやってる予備校は一個もなかったですだからまああのね宣伝っぽくなっちゃうんだけどまあちゃんとしてるなっていう感じは僕はしましたねでそういうこと言うとそれが宣伝なんだよとかねそういううがった見方をする人がいるんだけど そんななことはないですよあの僕は今しゃべってるから伝わる人が伝わると思うんだけどこういったこと誰も言わなければ分かんないからねなので、まあ、そういった人に対してねそのコースを申し込んでくれてる受講生さんに対してはもう全部無料で手厚くフォローするんだっていう姿勢は偉いなと思ったんですよね企業としてねあの。何に重点を置いてるのかっていうのがよく分かりまして、まあ、そこは僕はいいと思いますねすごくいいと思いました。まあ あのそうじゃないところはダメとは思わないよいよろんな理由があると思いますので、まあ、一概には言えないんだけど、まあ、いろんなそういった企業のカラーというかその企業の,なんかあの経営側の立場というのはよく分かったなという気はします。はいまあ、そんなところで,、えーで,ですね、たあのいつもねこんな感じのデータをね、まあ、ちょっと企業秘密っぽいデータなんだけど よよく見せるんですよこれ皆さんにはお渡ししてないですよあのなるべくこういうのねあの動画とかとあまり動画とかで出したくないんですけどねあのみ見てもらってあと忘れてほしいんだけど、まあ、いつも出してるちょっと企業秘密っぽいデータなんだけどえっとまあ令和元年2019年ですね合格率17%。 で、えー、と実際に合格点が35点でしたですね。その前は2018年は37点でしたでその前は35点でしたですよね。そうするとえっ、ー、と僕が OK 問題の話をさっきしましたけど、えー、と2019年が 26, 点26問で、まあ、ちょっとあの 難しくなったなって気はしたんですよね。なので、まあ、合格点がやっぱりちょっと下がってますよね。2点下がってます。で、えー、その前は、あの、に、この、こっから2018年の前はね、まあ、割と28点前後多かったんですよ。まあ、記録持っててないけど、そんな変わってなかったんですね。なので、まあ、そんなに変わってないじゃないですか。えっ、ー、と、 この辺かなこのでねそんな変わってないですよねでまあ OK 問題がちょっとこの辺でね大きくぶれましたんで、えー、ちょっと OK 問題の数が減ったので少し難しくなったという感じが、まあ、して僕はこれ去年36点じゃないかと思ったんですよそれが36点が予想が外れて35点だったんですねでまあ言い訳ではないんだけど、えっと、去年はちょっとサービスな気がします 合格率が高いんですよね。十七点ゼロパーセントで、あの割と高いんですよ。例年十五パーちょっとぐらい、十五点いくつが多いんだけど、まあ、去年は十七パーちょっと高かったんですね。で、まあ、思うに。これを三十六点にしちゃうと。去年は。このパーセンテージが十四点九とか。あの十五パーを割っちゃう。というのがあったので。どうしても十五パーを割りたくなかった。 そうすると1点下げてしまうと合格率が17%になっちゃったというところなんじゃないかという気は僕はします。まあその辺はあの全く分かりませんけども、まあ、そんな気がします,です、ね。でね、えー、と僕らがあのどういうところを重視しているかっていうのは今まではですねここだったんですよ。速報のの平均値っていうのがかなりあの僕らは、 あの、なんていうかな、その参考になったんですよね。あの、速報会というのは試験当日の速報会です。試験当日に会場に来てくれる人たちね。で、あの。受験生さんを集めて、そこで講師が解説するわけだね。で、講師さんが解説して、で。続々と、その、あの。答えを。黒板に書いていくんですよ。ね。そういったところで。集まってきた。じ、じ。あの、受験生さんに。 その自分が出した回答を提出してもらうのね。で、それがあのこの速報値なんですよ。で、この速報値がすごく。僕らは参考にしてたんですよ。ところがですね。今年に限っては。まあ、三十六点五点。なんだけども。全く信用できません。なぜかというと。今年は。ものすごく人数は少ないんです。あの。えー、と。 全国でどのぐらいだったかな。百人もいなかったんじゃないかな。信じられないぐらい少ないです。で、こんな少ない人数じゃ。速報値の数値は全然当てにならない。というふうに思いました。なので。えー、まあ、この、この、このデータを、まあ、ほとんど無視して。で、僕らは合格推定点を出したのね。で。えっと、次に。まあ、重要なデータは。途中集計データです。 これはウェブです。ウェブですね。ウェブで。あのウェブでログ、あのウェブで答えを。あのー。リックのフォームに入れてくれて。で。出してくれた。そのデータね。で、このデータは。えっ、ー、とですね。このデータは。木曜日。うん、えっ、ー、と、月火水木。そ。えっ、ー、と、金か。あ、金だ。えっ、ー、と、昨日の。 昨日の四の4時か5時ぐらいかな、の集計かな。で、このデータもすっごい少ないんですよ。でね、これは皆さんにお渡ししてます。えー、っと、レジメの、このページ、出ますこういう、こういうページ。後ろの方です。 こういういの棒の矢印があるやつこれ何ページって言うんだろう、まあ、かなり後ろの方です、ね、このこの一番最後のページを1ページめく,めくってこういうページがあってその左側ねこれこのこれですこれですたったこんな数しか集まらないんですよ 1479しか集まりません。で、平均点38点です。これがこのデータですこれ途中集計の38点です。ですね。で、1500にも満たないというのは近年まれに見るほど少ないです。あの当然のように2000人を超えてた気がするんですよね。 で今年はなんでこんなに少ないのかっていうのは、まあ、もちろん理由はあってそもそも20万人以上受ける試験なのに10月試験の受験者は15万とかだよねだからそもそも受験者がちょっと少ないよね。それもあってそれから非常にウェブに力を入れている会社が増えてきてで 前は大手の予備校しかこういったでことをやらなかったんだけど、もういろんな予備校がそういうことやるようになってきて、でレックにそのデータを出してくれる人の数が減ってきているのが原因だと思いますで。非常に数が少なくて、まあ結構なんか我々としてはあの若干物足りないんだけどね、まあそんな状態であります。でですね、このデータが全然当てにならないから、まあこっちを ま重視するしかないだろうと,と思います。で、最終集計データというのがあります。これはまだ出てきてません。これはですね、もう11月とかになってからです。えー、もうなていうかな、本試験の合格発表の直前期までのデータが全部揃って、でこれがやっぱり数千件集まるんですね。うんと、3000とか4000とか結構集まるんですよ。 でもこの調査とあんまままり集まんない感じがしてますちょっとこの数字があのどう出るか分かんないけどねちょっとどのぐらい集まるかなっていう気がします。で、えー、この途中集計データと最終集計データをちょっと見比べてみますとねちょっと2012年下がってるじゃないですか。ねえ。2000 十三年も下がってるでしょ。みんなちょっと下がってるでしょ。ね。みんな少し下がるんですよ。これはよくわかります。理由がわかります。これなんでかっていうと、あの後の方から出してきた人はあのなんていうかな早く出す人っていうのは早く知りたいんだよね。だからもう割とできているとかあるいはボーダーラインの人が焦って出すんだよね。 で全然もう全然だめだっていう人はそんなに早く出さないんですよ。で後になってくると、えー、今年の要はあのあの不合格を覚悟してる人が、えー、今年の問題を手に入れたくて遅くなってから出してくれるんですねだから必ず下がるんですよ。必ず下がるんですねそうすると、まあ、ちょっと見てくれますこれも必ず下がるるとと思ううんですよ、ね、そうすよそ ででもちょょっとししか下がらないこれ0.3だよねあ0.2かねちょっとしか下がらな,、ねね、ないじゃないですかこれもちょっと下がると思うんでねこれが 37. 点いくつに下がると思うんですよ最終集計データはねここは多分狂わないと思います、ね、そうしますとそうしますとね、えー、じゃあ最終集計データと本試験の合格点はどのくらい狂うのかっていうと こうやってちょっと下がることもあるしちょっと上がることもあるわけですよ。ね、だから上がることと下がることが、まあ、あのだいたいイーブンなんだよね。下がることが1234、えっと、か。で上がることが123ですね。で、えっと、全く全くイーブンが1回ありますね。全然ほぼ同じ。 まあこういうことがあって、えー、なので、まあ、何が言いたいかっていうと、最終集計データから上がることもあるし、下がることもあるよねっていうことなんですよ、要するにね。そうすると、どうなるかと言いますと、えー、ちょっとしか下がりませんから、まあ、37.7ぐらいにしましょうか。ね、37.7とか37.8ぐらいになるんだよね、大体ね。 そうすると上がることもあるんですよ38点下がることもあるんですよ37点つまりどっちからってことなんだよね要するにねだからだからレックは37点という合格点を出してでプラマイ1点にしてるわけねでレックの講師は みんな37点か38点って言ってる講師が多いんだけどもそれはこういうふうに考えてるんですよ。レックの講師はみんな同じデータ見れますからだからまあ37点か38点、えー、<laughs> だよねっていうふうにまあ考えてるわけね。で、えー、だからまあこの辺りが。あのー 多くの講師が出している合格点だと思っていただければいいと思います。まあ根拠といえば根拠ですよね。で、僕はそれプラスあのまあオッケー問題の数が増えたので、ちょっと高めに考えておいた方がいいんじゃないかっていう気がしまして、で僕は三十八点か三十九点という予想をしているんだけども、でも本当はこれねあの一点どれだどれか一点を あのだけ選べって言われると、まあ、38点かなって話を冒頭にしたのがこの話になりますでしょうか。なので、まあ、あの根拠らしい根拠らしいものっていうかねあのどこまで根拠付けられてるか分かりませんけども、まあ、なんとなくそんな感じで思っといていただいてでもこの話は参考までにしていただいてとにかく、えー、まあ ボーダーラインの人はねなんかドキドキしちゃうとか落ち着かないとかねそういったところがあるかもしれませんけども、まあ、ちょっとそれはなんか他の資格試験の、えっと、勉強をしてみるとかあるいは目の前の仕事に集中するとかしてちょっと気を紛らわせてですねできれば、えー、あんまりあまりそのネットで一生懸命あの情報、ね、収集することばかりに時間をつぎ込むんじゃなくてやっぱりあ,のある程度 あのそこはねドライに考えていただいた方がいいんじゃないかと思うんですね。で12月に受験される方は、えー、本試験の問題は一度解いてみることをお勧めしますあの,この10月の問題をね10月の問題をいっぺん解いてみる。であの予備校で模試形式で、えー、と出してくれるところもあると思う、まあ、レックはやってますけどもあの模試形式で解いてあのそういったチャンスを与えてるところもありますんで、まあ、そういった 予備校の制度をうまく利用していただいて、で12月試験の方はこのままちょっと頑張って勉強してほしいというふうに思っていま以上ですね、えー、2020年、卓堅士の本試験、えー、合格基準点予想会、これで終了します。でではお疲れ様でした